韓国のラーメン。あ、韓国の川でラーメン食べるやつ。皆さん正解です。ハンガンラーメンとはこちら。ハンガンラーメンとは韓国のハンガン公園にあるコンビニで作る即席ラーメン。ラーメンを作るにはコンビニにある専用調理器を使うんです。使用するラーメンは決まりがないので好きなラーメンで作ることができるんですよ。2023年にハンガンラーメン専門店が千葉県にオープンするほど日本でも人気なんですよ。 YouTube でも取り上げられていて、外でさ、ピクニックするの一番欲しい野菜。韓国料理情報を発信している日韓男性3人組の P ボーイさんはハンガンラーメンを体験する様子をアップしていたり、ハンガンでラーメンマジで食べたかったよね。人気韓国系 YouTuber のみそさんも韓国まで食べに行くほど大注目のハンガンラーメン。なんと広島でもハンガンラーメンが体験できる場所があると情報が。私岡本がハンガンラーメン初体験に行ってきました。見てください、天使がいました。みそさんにハンガンラーメンと普通のラーメンの違いを教えてもらいました。ラーメンを作る機械がですね、あのハンガンの付近のコンビニにあの置いてありまして、ラーメンを作る調理専用なので、あの味も違いますし、麺の茹で加減だとか、あのもちもち食感とか全てあの違います。ちょっと待ってください、ラーメンを機械で作るってどういうこと？気になるハンガンラーメン、まず最初はラーメン選びから。悩むな、どうしよう、全部食べたいぐらい美味しそうなんですけど、海鮮大好きなので、はい、これでいきます。楽しみです、ハンガンラーメンとして初挑戦。初めてのハンガンラーメン楽しみ。みそさん、はい、これが噂の調理器ですか？はい、そうです。こちらがラーメン調理器になります。なんかこれラーメンを作れそうな感じがしないんですけど、早速ちょっとこの使い方を教えていただいてもいいですか？はい、この容器をこの中にですね、セット、すっぽり推奨ボタンを押してからスタートボタンでお湯が出てきます。棚に書いてあったこの M1 とかを押せばお湯が出てきて、こちらで自分でお箸を持って作ってもらうという形になります。あ、じゃあもう本当混ぜるだけでいいんですか？そうです、もうここからは自分のお家のコンロだと思って作ってください。完成しました。わー、こちらのクリームジンちゃんぽんからいただきます。はい、はい、絡まして食べてください。は、絡まして、じゃあいただきます。うん、濃厚、もちもちしてる。私即席ラーメンって割と細麺とかのイメージあったんですけど、はい、日本でいう縮れ麺みたいな感じで、ちょっと弾力があってもちもちしてる麺になってます。ハンガンラーメンが広島で食べられるのはイエスマートだけ。ハンガンラーメン食べたくなったら、はい、ここに来て作っていただいたら同じ味が食べれると思います。これね、私の感動を皆さんにもちょっと味わってもらいたい、ね、ぜひ味わってほしいです。絶対自分で作るより機械で作った方が美味しい、はい、そうです、美味しいと思います。ハンガンラーメンにハマって他のラーメンも食べちゃいました。